おお、やっと来たか。ああ、やっぱりどこかで食べてきたんですね。毎週火曜木曜は部室でお弁当食べるってみんなで決めたのにね。俺なんか早弁指定の必死に我慢したんだぜ。元太くんのうな重の匂い教室中に漂ってましたよ。お弁当にうなぎ入れてくるの元太くんぐらいだもんね。コナンくんなんか変。コナン、メガネかけてないからですね。なんでメガネ外してるんだ。あ、そっか。その方がコナン君らしいよ。ああ、あゆみちゃん接近しすぎです。そうだぞ、もっとはなんだけど。あ、灰原、愛ちゃん、またお昼抜き。体に毒だぞ。ダイエットしなくても灰原さん